よっしゃー、今日はリアルで言うところの大晦日やな。一瞬止まっちゃった。やれやれ何だったっけと思って一瞬止まっちゃった。実は大晦日、大晦日。今日もまだコロボックルおるよな。追ってくれんとちょっと困る。ちょっと困るけど。ん？何のストーリーこれ。びっくりした。おはよう。おはよう。あのね、明日の朝みんなで星掛けの展望台に初日の出を見に行く。ね、いいね。あ、行く。でも早起き？平気だよ。あ、仕事が終わったらいつも通り寝てくれればいい。いい時間になったら起こしてあげる。ね、ああ、倒れて病院に運ばれるようなことがあったら初日の出は見に行けない。オッケー。わかったん。倒れない限りは自動でイベントが開始されるんね。そんなシステムなんだ。いるよな。いるな。おい頼むよ、今日も。しっかり頼むよ。牧場にムカムカがいる間に花を10個渡そうか。花花花花、あり余ってるやつが結構あるな。花の数がえぐいのがなんかあるな。あ、いたいた。10個なでしこあげよう。ありがとな。でもなんかムカムカ怒ってそうな雰囲気あるけど、ムカムカだからかな。ムカムカだから怒ってる感じ？のび太！ねえ！なんで私ここまで飛ばされたんだろう。もともといる場所がここだからかな。だってよ。やってもらって当然確かにそんな感じだったよね。まったく。めちゃくちゃ怒ってる。そのだな。そうやな。女神様のことを思って言ってんやな。ツンデレじゃん。めちゃくちゃツンデレじゃん。かわいい。おい。わわわわ。はい。なんだ？鼻。え？いや、用意してない。私が用意しました。悪いな。お、あとニコニコか。あれ、ニコニコも花じゃない？ニコニコはひまわりが好きなはずなんだけど、あれ？あれ、なんだ？なんだ？料理とか言わないよな。野菜か。あ、野菜？あ、そうなんだ。ニコニコはね、ひまわりが好きなんだよ。だから、あ、でも、大好きじゃないのか。ひまわり大好きじゃないからってことかな。ムカムカはね、ハイビスカスが大好きなんだよ。そっかそっか、野菜10個ね。じゃあもう人参あげよう。人参ワンスタックあるから、人参あげようかな。人参出して、99個あるからな。人参やったらある。そんなにいらんだろっていうくらいあるからな。めっちゃ育てたもん。なんでニコニコが、あれ、ニコニコどこ、ニコニコどこいんの？あ、シューシュー参道にいる。どこ？上がったところかな。あ、いたいたいた。めっちゃ楽しそう。めっちゃ楽しそう。はい、持ってきたよ、野菜。一人でも楽しそうだな。めっちゃ可愛い推しだわ。やっぱ一番の推しだわ、この子。可愛い。
めっちゃ楽しそうな音楽流れてるじゃん。やっほーやっほー。ねえだって、うん、うん、あー街の話が楽しそうだったから探検したくなった。あ、なるほどね。でも山だよ、ここ街じゃなくて山だよ今いるの。うん、どうして？だってねうんうんあ、ほらお野菜ね。嬉しいな。うん、じゃあね。かわいよ、マジかわいよ。マジ一番のお幸せ。このテンションかわいいわ。さてと、うん、戻ったよ。よかった。うん、よし。今どこにおった？ちょっと待って、なんでそんなとこ移動した？なんで森に移動した？お前はやめて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 よ。なんでしとしと森なんかにいるんだよ。飛ばすなよ。よし、じゃあ寝るぞ。これで初日の出を見に行くイベントが発生すんのかな。そしてついに2年目が始まるよ。2年目の春が来るよ。ムービーとか入んのかな。一枚絵とか入んのかな。おい、お待たせ。10分遅刻。ごめん。まあまあ。よかった。だって。おお。けどよ。そう、うん、大丈夫大丈夫。あのね。どこでもドアがあるから。よーし。すぐ行けるぞ。え、走っていくの？え、そっち側？あ、そっち側か。え、走っていくの？ふぅ遅っ。あら、ルアナもじゃん。ルアナもじゃん。大丈夫か、ルアナ。ルアナも運動できない派か。もう、まったく。ほら！お？やったー！なんか同じようなシーン見んかったか？なんか最初の方で同じようなシーン見んかったか？あれ？あ、なんか、あ、メンバーは変わってるけど。なんかメンバーは変わったけど、増えたけど。あ、なんかすげえ既視感ある。あ、既視感すごいあるな。見たな、これな。うん、うん、おお。でも、これさ、冬のさ、このイベントまでに部屋じゃないや、家の増築済ましてなかったら、ここのイベントさ、人が増えないまんまで行われてるってことだよね。だってピコとかシルフとかその辺のキャラクターって家の増築がキーになってるはずだから、フラグになってるから、メンバー変わってるんやろうな。あのね、うん、来た、景色眺めた。そういえば、うん、そう、そう、6人だけだったんだよ、あの時は。でも、ここのなんか話は変わってるんだろうな。
家を増築してなかったら。うん。うわっ、うわー、ここ変わるんか。へえ。でも、うん。おお、いいね。よし。へえ。なるほどな。え、もしかしてここに放置される？あ、季節の衣替え中だ。おお、ちゃんと家に帰らせてくれた。ちゃんと家に帰らせてくれた。優しい親切設計。そういえば、今月はじゃあ間を取って29日にしよう。はい。ああ、春の遊びか。花見とか行くのかな？みんなで。ありそうやな。